はい、こんにちは。やーすです。えっ、ー、とこのチャンネルはまあ僕は独り言を言うて、まあそんなチャンネルです。まあ、もしよかったらチャンネル登録お願いします。1000人行きたいんだよね。で、まあ、あの今日お話ししたいなと思うのは、えっ、ー、とイフェクサーという薬を飲んで、えっ、ー、とうつ病の治療をまあずっと続けてまあ、今回で10ヶ月が経ちましたと。 でまあ、そんな中で、えー、と最近はこう「弦薬を開始してます」っていうような投稿を続けていて、まあ、前回からじゃあ9ヶ月目から10ヶ月目に来ましたってなった時に何が起こったのかっていう話をするんだけれども結論から言うと原薬は一旦ここでストップ。 という形になりましたなのであの引き続き1 5 0ラムのエ、えー、フェクサーを、えー、と現在も,も飲み続けているというそういう感じです。で理由としてはあの毎回その僕は主治医に「今回はこんな感じでした」ね「前回と比べてこうでした」っていうのをまあ モーラリングでいろいろ数値も取ってるし、まあ、にになんかメモ程度に毎日のこう体調の変化もつけてるんでこうまあ全部話すわけですよ。で話した後に「僕の要望としてはこうです」で。でプロである先生としては「あのどう思いますか?」と「どういうアプローチがいいですか?」っていうふうな形でこう。 ななんていうのかな連携して治療を進めていくっていうスタイルをとっているわけですよ。で、えー、と2回目の減薬要するに 150mg になった時に、まあ、当然僕の場合あの離脱症状が出てただ全体的にすごくマイルドだったしこうなんだろうな頭が締め付けられるというかなんか頭筋肉っぽい。 頭が重いみたいなそういう感じの離脱症状に関してはこうまあ最初の4日間ぐらいで収まったんだけれどそのやる気とかこうエネルギーの部分に関してはまあ2週間3週間ぐらいまあ上がったり下がったりっていうのを続けるっていう1回目の減薬開始のステージとは違ったあの離脱症状が出たのでまあそれはもう正直にお話をしてただ 受診をした時にはもう安定をしていたので「じゃあこのままどんどん減訳進めたいです」っていうふうに言いましたがもう先生の第一声が「いやいやいやっさんちょっともうちょっとゆっくりでもいいんじゃないの」でまあ僕の方からあ「焦ってるというか早すぎますかねペースは」って言った時に。 減薬のステージが進めば進むほどより長い期間をとって、えー、と体にこうきっちり減薬した量がこうマッチアップするような感じが確認できてから次のステージに進むっていうようなことをした方が再発をする可能性がこう 統計学というか、まあ、そういうデータベース上、まあ、立証がされているからあの、まあ、私としてはこうより長めに時間をとってきっちりその少ない量の薬にヤスさんの体が馴染んでから次のステージへって進むのをおすすめしたいですっていうふうに言われた時にあ 焦ってるというかその急いでるというかペースが早いみたいな感じに受け取られたし受け取られてるんだっていうのに気づいたしやっぱ自分の中にもこんなに早いペースで進んじゃってもいいのかなっていうふうに思ってた多分自分がいるんだよね。だからその先生にそれを言われた時に「ああじゃあそれならもう今回はあのー さらに減薬を進めなくしていいですっていう形でえっ、ー、と話がついてまあ引き続き150ミリグラムをまあ飲み続けているっていう状況ですで当然そのこの動画をこ撮る頃にはあのまあやる気とかエネルギーとか活力みたいなもののこう上げ下げの部分も安定している期間が かななり長いい状況になってきていてきもうこの 150mg っていうのが自分の体にとって結構当たり前なあの量になってきているのであの時先生にまあおっしゃっていただいたまあ助言というか提案っていうものは非常に正しかったと思うしこう僕はあまり白黒思考な傾向がどん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 なくなってきていてなおかつ プロではないからプロの意見を尊重してもうゆっくりでもいいんで確実にそのまあ少しずつ状況を改善していきたいですっていうアプローチ方法を取っているのでその減らせなかったってことに関しては残念というふうには感じているけれどじゃあ150ミリのままいったことが悪かったのかっていうと 全然そうでではなかったのであの非常にいい決断ができたな非常にその治療のプロセスを進んでるなっていうふうに現状体感をしています。でこうやっぱ医者との信頼関係とかこう会話のキャッチボールとかあとやっぱりその相性っていうのは非常に重要だしあと 別にお医者さんの悪口を言うわけではないけれど彼らからしてみると僕はたくさんいる患者の中の中一人ですとただ僕からするとその医者はたった一人の僕が信頼信用している医者ですよっていう、まあ、ちょっとアンバランスな状況の中で、まあ、どれだけそのきっちりコミュニケーションを取るのかあと例えば ね、そ,んなにそんなに速いスピードでやらなくてもいいんじゃないですかっていうふうにきちんと提案してくれるような先生であるっていうことがまず幸運だし、えー、とそれを受け入れられた自分の僕から先生に対する勝手な信頼感っていうのもやっぱり去年いろいろ失敗をしてきた中できっちりその教訓として。 活かせてるっていうのを体感できたんでまあ非常にいい流れが原薬っていうサイクルってまたいろいろ不安定な時期だからこそよりこう安定した基盤の中で治療を受けられているんだなっていうふうに体感できてあのいい調子に進んでいるというふうに言えるんじゃないかなと思います。 難しいよねあのー、想定以上に外側からいろいろ体内に入れてますでそれによっていろいろバランスを保ってますでその量を減らすことによって体がびっくりしますでもその減らした量に体が慣れようとします本当に非常によくできたもうバイオロジカルメカニズムというかただそれに対して どういうふうに自分がまあちゃんと向き合っていくのかとか対応していくのかとかあとやっぱり一人一人個体差が違うからね置かれている環境も違うしこういろいろ物事を進めていく中でなんで再発がまあ多いのかなんでこう治療を進めていく中で 僕も含めていろいろ悩むし歯がゆいしこれで合ってるんだろうかっていうふうに悩み続ける理由が再びまあ分かってきたっていう状況です。前半戦は相性の合った薬あとはいろいろこう人間関係だったりとか。 あのプライベートライフのライフスタイルだったりとか、まあ、仕事だったりとかを調整してまずは安定化させる部分がメインパートで中盤戦はとにかくそのいい状態をきっちりこう体になじませて覚えさせるで後半戦が今そうだよね減薬をしていく中でどういうふうに再びその不安定でいろいろ変わっていく自分と向き合っていくのかっていう。 うん非常に大変な、まあ、病気というかコンディションだなというのを、まあ、痛感しているというそういうお話でした。なので、あのー、もしかしたらこの中で僕私も減薬をしてますっていう方がいらっしゃれば、あのー、どういうふうなペースで進めていくのかっていうのは 絶対医者には密に相談した方がいいし少しでもちょっと早すぎるんじゃないかって思ったらより長めにその減薬をする期間を持つっていうのがいいんじゃないかなというふうに今回の一件で僕は思いましたと。でこれから減薬を将来的にやっていくことになるであろう方々に関しては。 弦薬が始まってからが最後のファイナルステージに進む過程なのでもうよりゆっくり慎重に進めていくっていうのがいいと思います。まだ僕はその弾薬っていうところまでいけてないので結論的にこういうことを言えるわけではないのだけれど現状の体感としては一旦その弦薬をストップしているっていう状況を見ると。 それが一つの、あの、より。安心というか。安定的なアプローチなのかなというふうに。実感をしております。で、最後はですね、いつも通りです。マジで健康には気をつけてください。本当にね、もう病気とか、こういうコンディションになると。全然人生楽しめないし。あの。 できればきっちり終わらせてこの体験無駄じゃなかったねっていうふうに言えるようにはなりたいしそれを目指していますとただこういう状況に陥るべきではないんだよね人はなのでストレスを感じたら逃げましょうでもう仕事で「ああだこうだ」ってなったら逃げましょう健康あってこその幸せな人生だしもう幸せな人生生きれなかったら ね、人生の意味って何なんだろうっていう風になってしまうのでちょっと本当に健康にはお気をつけください。で、もしよかったらチャンネル登録お願いします。そんなな感じかなじかゃあねババイバイ